はい、とです。本日はロン・デサンティスが2024年大統領選出馬することについて話していきたいと思いますウォールストリートジャーナルの報道によると近いうちにフルダ州のロン・デサンティスが2024年大統領選の出馬を発表することが分かりました現状の世論調査ではトランプ前大統領に大きく差を広げられているデサンティスですが その他の共和党候補と比べると彼の支持率は格段に高い状態にあります。そのこともありトランプに勝てる人物が共和党内にいるとすればそれはデサンティスしかいない,のいないのではないかというふうに言われています。昨年の中間選挙で共和党が苦戦する中再選を目指したデサンティスはフロリダ州で圧勝し一躍大統領候補の一人として注目され始めました。 デサンティスは知事として保守的な政策を推し進めリベラル派を痛烈に批判することからトランプ2.0またはミニトランプという異名で呼ばれる場合も増えてきていますしかしデサンティスはフロリダ州内では保守肌着ゃなく恩恵派一部のリベラル派への浸透にも成功しています昨年のフロリダ州を襲ったハリケーンへの対応またコロナ禍においては他の州と一線を画したコロナ政策のおかげでデサンティスは民主党支持者からも高い評価を得ています またデサンティスは在任中気候変動対策や教員の賃上げといった民主党が推進しそうな政策もこれまで実施してきました保守派からリベラル派までまんべんなく取り込んだからこそデサンティスは昨年の知事選で圧勝することができたのかもしれませんまた保守一辺倒ではないからこそ2024年の大統領選を決める接戦州での支持率はトランプよりも高い数字がデサンティスは出ています 本選だけを見据えた場合、デサンティスはとても魅力的な候補に移りますが、彼には問題があります。それは彼が普通の政治家であることです。もちろん政策通であること、デサンティスが選挙に強いという意味では、他の政治家にももデサンティスが優れた政治家であることに間違いありません。しかし、物議を醸す言動をした場合に批判されるという意味では、普通の政治家となら変わりはしません。 デサンティスがウクライナ戦争領土紛争だと表現した際強硬なウクライナ支援を求める共和党内のからの勢力の反対にありましたそしてその後にウクライナ戦争についての表現の修正をデサンティスは余儀なくされていますまたディズニーに対して法的措置をデサンティスが実施した際にも企業活動へのような関与はおかしいとして恩恵派保守派問わず共和党全体からの批判にデサンティスは直面していました デサンティスに向けられている批判は妥当なもものかもしれませんしかし彼が倒そうとしているトランプに対して共和党内から批判が全く寄せられないことを鑑が見た時にデサンティス普通の政治家の尺度で測られていることは大きな弱点となるかもしれませんトランプは従来の共和党の政治家の政治的スタンスとは真逆の立場をとっていますしかし党内からの批判を受けていません 外交では宅派が主流だったはずの共和党でトランプはウクライナ戦争は24時間で終結させるといった派と派的なことを主張しています。また社会保障を含めた政府の財源予算をできるだけ削減する必要性があると主張する財政保守が主流だった共和党の中でトランプは社会保障削減あり得ないというふうにも主張しています。 以前であれば共和党なり居場所がなかったトランプの主張ですがトランプは批判されるどころか世論調査では共和党の半分以上の支持を獲得している傾向が見られますデサンティスがトランプと同じことを言えば批判されますがトランプは批判されていません刑事訴追を受け最近では民事裁判で約7億円の賠償を請求されたトランプですがそれでも共和党は何事もなかったかのようですこの貢献を見てアメリカが込めていた中ではトランプはただの政治家ではなくそれを超越する存在に なっていいるると評価すす人もいます普通の政治家の尺度で判断されないトランプに挑むデサンティスですがそのようなトランプを倒し本戦でバイナで戦うシナリオが現時点で彼にあるのか想像するのは難しいですご清聴ありがとうございました